して目的の世界線をシュタインズゲートと名付けたのも俺だ。なぜその名なのかもお前ならわかるはずだ。特に意味はない。そうだろう。これより最終ミッション、オペレーションスクルドの概要を説明する。確定した過去を変えずに結果を変えろ。血まみれで倒れているマキセ・クリスト、それを見た岡部凛太郎、その確定した過去を変えずに結果を変えるのだ。最初のお前を騙せ、世界を騙せ、それがシュタインズゲートに到達するための条件だ。健闘を祈る、エル・プサイ・コングル。一体何なん？今のが15年後のオカリン？声渋かったよね。オペレーションスクルードだと、エルプサイコングルーだと、33にもなって何をやっているんだ俺は。まるで中二病全開じゃないか。オカリン、やってやる。それがシュタインズゲートの選択というのならばな。俺は狂気のマッドサイエンティスト、オーイン・キョーマン。世界を騙すなど造作もない。おう、いつものオカリンに戻った。でもね、マユシーはこっちのオカリンの方が好きなのです。あえてもう一度言おう、この俺は狂気のマッドサイエンティスト、オーイン・キョーマン。世界はこの俺の手の中にある。